はい、小だるま工房の小だるま幸太郎です。今日は衝撃的なあれ見せっからよ。心臓の悪い人はここでさようならです。はい、じゃあまたしたっけよ。はい、じゃあ心臓の強い人はこの先も見てください。ドキッとすっかもしんねえけど、まあ、多分大丈夫だから、まあ見てやってください。はい、どうぞ。今朝よ、俺が朝仕事行く時よ、俺は優先道路まっすぐピューッと走ってたわけだわ。したっけよ、横から一時停止してくんなかった車がピューッて出てきてよ、そこさ俺ドーンぶつかっちゃっただわなあ。でちょっとオペしちゃってよ、オペしちゃって、まあまあそんな感じだな。あんまりよここで詳しいことは言わねえ方がいいと思うからよ、今日のところは言わねえけどもがよ。まあ一応な、俺もよ、あの車中古だけっともがよ、まだ買って1年くらいしか経たねえからよ、コツ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 ちょっとずつちょっとずつなあ、あれしてきたんだわ、作ってきたんだわ。ほってよ、まあ乗り換えるっつうのもあれだっぺ、俺あの車好きだからよ、プリウスロケットとかプリウスミサイルとか言われてけどもよ、まあ好きで乗ってるわけだから、とりあえずよ直す方向にすっから、まだよ、直ったっけ車まだちょっとずついじって密閉度を思ってっからよ、その時はまだ報告すっから、直ってきた時にはよ。あ、まあそういうわけです。はい、僕にとって僕とか言っちゃったまあ俺にとってよ、悲しいお知らせでした。はい、ほんじゃ、まあまたな。はい、したっけ。